日本財団が推進する海と日本プロジェクト in 新潟。2019年開港150周年を迎える新潟、そのキックオフイベントとして海フェスタ新潟が開催されました。今日ご紹介するのは海フェスタ限定のスペシャルパークで行われた海フェスキッズレストラン。新潟市内の小学生と市内の有名シェフがチームを組んでオリジナル料理を提供しました。子どもたちは自分たちで考えた料理を食べてもらうため大きな声を出していましたよ。かき氷いかがでした？シェフと一緒に汗水垂らして一生懸命頑張った子どもたちは、注文を渡したら笑顔でありがとうって言ってくれたので嬉しかったです。おすすめして皆さんが買ってくれるのが嬉しかったです。すごく楽しいです。野菜だけどとても甘くて美味しいって言ってくれるのが嬉しい。新潟開港150周年を機会に行われるさまざまなイベントを通して、大人も子どももみんな海に親しみを感じ、海の恩恵に感謝する気持ちが育まれていくのではないでしょうか。海と日本。